石原一郎は日本の政治家、愛知県安城市長、愛知県議会議員、愛知県議会議長などを歴任した、愛知県碧海軍古井村出身。1918年3月、愛知県安城農林学校卒業。1919年3月に、愛知県農事試験場練習生を修了後、安城町実業補修学校の助教諭となる。 1938年4月に、壁海軍役所初,初期となり、1940年7月に、愛知県庁官房室に転じ、1941年4月、壁海地方事務所に勤務。1947年4月、愛知県議会議員選挙の壁海軍選挙区に、無所属で立候補し、順位2位で、初当選した。1951年の県議選。 ヘッキ海軍選挙区には自由党公認で立候補し、トップ当選。1955年の県議選は、定数がさらに3に減ったが、順位2位で3期目の当選を果たす。1957年6月から1958年6月まで、県議会議長を務めた。1959年、安城市長選挙に立候補し現職の大見た目寺を、破り初当選。 安城氏は1955年4月1日、壁海軍、明治村の一部、磯美村の一部を編入。旧明治村の負債を引き受けたこともあり、1955年度の決算で財政赤字を計上することとなった。その後も容易に赤字は埋まらなかったため、石原は財政再建を第一に考え、1960年、工場誘致条例を制定した。 これにより、東和世紀、日本水産、愛知機器など数多くの工場の進出を促し、市は、日本デンマーク安城から、工業都市安城へとちづくりの方針を大きく、旋回した。1967年、参戦を狙うも落選。1972年に死去。同年5月、安城市名誉市民に推挙された。1959年2月1日投開票。 中垣国夫や岡田菊次郎の支援を受けて立候補し現職の大見ためじを約4200票差で破り初当選した。当日有権者数3二2 6人最終投票率 93.11%1963 年2月3日投開票。元市議の柴田定次を破り再選。当日有権者数35130人最終投票率。 81.19%1967 年2月4日投開票。中野史郎と浦野幸夫の支援を受けた元県議の杉浦彦江に、敗れ落選。当日有権者数4万1306人最終、投票率 77.34%1971 年2月7日投開票。帰り先を再び狙うも、杉浦との一気打ちに敗れ落選。 当日有権者数6203人最終投票率81.24%ありがとうございます。